はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。1時を回りまして1時10分ですね。12月26日の日曜日でございます。中央日報ですね、愉快なお隣さんのちょっと保守的なメディアですねの25日、昨日の12時31分といいますから今から約1日前に出た記事です。韓国の軍事力、率直に相当な遅れ、前在韓米軍司令官が酷評という記事でして、昨日からね、注目度が高い記事だったですね。ちょっと読んでいきましょうか。7月に任務を終えて米国に戻ったロバート・エイブラムス、前在韓米軍司令官が韓国軍の軍事力は遅れていると酷評し、戦時作戦統制権、戦策権、こんな言葉あるんですね、転換に否定的な見方を示した。また韓国と米国ですね、が最新化に合意した連合作戦計画に中国への対応策も盛り込むべきだと主張した。これね、いつも思うんですけどね、愉快なお隣さんのメディアの記事って、文章が回りくどくてですね、こう、ズバズバっと言ってる記事があまりにも少なすぎるんですね。何なんでしょうねと思う。この、なんていうかこう、物事の本質をね、本質を捉えて、そこから物事を思考するという発想がですね、乏しいんではないかという気がいつもしてますね。この彼らの、記事を読むと。英語系からの翻訳にはそれはあんまり感じないです。例えば、ロイターとかですね、ニューズウィークの記事見てるとですね、まあ、ふわっとしてるのはありますけども、それはふわっとしてるのは日本でもふわっとした記事いっぱいありますけども、ぶさっとした記事がほとんどないんですね。愉快なお隣さん系は。英語系はありますよ。ぐさっとした記事が時々、おおというのが。でもみんなふわっとしますね。もうちょっと行きましょう。エイブラムス前司令官は25日、ボイスオブアメリカの放送に出演し、戦策権転換のための要件を尋ねる質問に対し、韓国が戦略打撃能力を取得し、韓国型統合空中ミサイル防衛体系を開発して配備しなければいけないとし、これは率直に言って相当遅れていると答えた。続いて、私は2019年まで戦策権の転換に大きな進展はないと評価した。実際、私は何度か明らかにしたとし、2019年同盟は以前の3年を合わせたよりも大きく進展した。核心要素は重要な軍事力力量を習得することだと述べた。なんかもうだん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 ふわっとしてきますね。この後ね、読んでもしゃあないんでね、最後の方行きましょうか。エイブラムス氏は韓国政府の終戦宣言推進についても改革をですね、私の疑問は終戦宣言をして何を得ようとするのかが明確でない点とし、終戦宣言を請求にすれば戦争が終わったので1950年夏に通過した国連安保理決議を見直すべきという主張が出てくる可能性が出てくる。そうなれば急速に流れていくはずと懸念を表した。とこれもね、パッと読んだら何言ってるかよく分からんでしょう。何なんでしょうね、そのこう思考方法が違うのかなと。日本でもね、こんなふわっとした記事しか書けない、そういう人っていますけど、お隣さんについてはやたらとこういうのが多いんですよね。まずですね、戦時作戦統制権と私は呼びたいんですけども、北とですね、今休戦状態にあるんですけども、休戦状態なくなった場合ですね、南にはですね、お隣さんには国連軍が駐在しまして、ほとんどアメリカ軍なんですけど、アメリカ軍しかいないでしょうね、実動的な軍隊は。そのアメリカ軍とですね、お隣さんの国軍がですね、
で、共同してそれに対応するわけですけども、その時に、最終的な命令を下すのは、軍事的な命令を下すのは誰かということについてはですね、常に国連軍側にあるわけですね。つまりアメリカ側にあるわけです。でアメリカ軍が韓国軍のですね、韓国軍に対して、お前こっちがあっち行けっていう、ここを守れとか、ここに行けとかいうその命令権があるわけです。最終的なね。でこれをですね、なんとかお隣さん側は返してほしいという希望を出してて、返そうかという話今まで何回かあったんですけども、そうするとですね、その南にいるアメリカの軍隊についてもですね、向こうの司令官が命令するのかと逆転するわけですね。でそれはまずいということで、ずっとアメリカ側が持ったままなんですよ。でそれをなんとか変えさせようとしてるわけですね、今のムン・ジェインさんなんかは。でさらに踏み込んで、もう出てってくれと、もういらんと、終戦宣言ってそういうことなんですね。もう戦争状態ではないんで、君らはいらんから戻ってくれと、帰ってくれと、基地明け渡してくれという立場ですね。ムン・ジェインさんはっきりとは言いませんけども、そういうふうに考えているということなんですね。でこれに対してこの前、あれですね、司令官、これは肩書きは前在韓米軍司令官というですね、エイブラムスという人がですね、その今のお隣さんのアーミーの力ってのは遅れてると、遅れていて、その返すといろいろ不都合があるし、で返すような時期にも達していない、で返すべきではないというふうに、まあ暗に言うてるわけですね。言ってるわけですね。率直に言って相当遅れていると。でアメリカの視点からすると、つまりお隣さんのアーミーのレベルって相当遅れていると。いや私も実はそう思うんですよ。何年か前ですねに、いきなりその砲撃を受けたことがあったんですけど、反撃するまでにね、半日ぐらいかかってるんです。お前ら何やってんの、最前線ですよ何してんやと、要は即応できないようになってるわけですね。でお隣さんってね、伝統的にそういうこと弱いんですよ。どう言いましょうね、アーミーでありながらですね、きちんとそのすぐにですね、ウォーに立ち向かえないという状態になってるわけですね。それが伝統的になってましてですね、それが数々のところで現れてきてる。ちゃんとね、この BTS がどうなるか分かりませんけど、男はみんなはね、ソウルジャーにならなきゃいけない国なのに、なんかやたらと弱いんですよね。ほんで、戦闘機は自社開発するんやとか言うてる間にはいつまでたっても飛ばない。まだ飛んでさえいない。三菱のリージョナル Z は一応飛んでましたよ、あれ、空を。途中でやめましたけど。飛びさえしないですね、今の戦闘機が。で、SLBM っていう潜水艦型発射ミサイルっていうのが、実験して成功したとか言うてるんですけど、何の意味もないんですよ、あれ。だって、あれは、核を持ってこそ意味があるんですね。ニュークリアのミサイルでこそ意味があるのに、通常の、1トン爆弾ぐらいのものを積んで、撃ち込んだところに何の意味もない。何の意味もないって、何の意味もないとは言いませんけど、その1トン分ぐらいしか意味がないわけですね。そんな別にわざわざ潜水艦から出さんでもええやんということですね。非常にトンチンカンなんですよ。あるいは空母持つとは言うてるんですけど、空母を持って守るべき領土がないでしょと、お宅には。日本は太平洋にいっぱい島があってですね、あるいは尖閣諸島もあって、本土から離れてるから、航空機が離発着できる空母を持たなあかんわけですけども、お隣さんにはそれを持つ意味は何もないわけですよ。つまり合理的、アーミーというものは至極合理的なものなんですよ。合理的でなきゃ負けるんですよ。だから彼らというか軍人というのは基本的に合理的な人間、だと私は思うんですけど、どうも愉快なお隣さんってその思考方法が合理的ではないわけですね。ファクトに基づいて物事を決めていこうとしない、エモーショナルに決めていこうとする人たちだって、
それがね、軍隊にも出てるんちゃうかなという気がしますね。それをこのアメリカ人の前司令官はですね、ちゃんと感じ取ってですね、ご指摘をしてるわけですね。非常にトンチンカンなことをやってるわけで、お隣さんのそのアーミーは、お金いっぱい使ってるんですよ。お金いっぱい使ってるんですけど、それ君らの国を守るための武器ちゃうやろというところにお金をいっぱいつぎ込んで、で、しかも現場の部隊は即応できないという、いや、北ももうボロボロですけども、ボロボロでそんな、ウォーにはとっても耐えられないですけど、南も同じようなもんやなというふうに私は少なくとも思いますね。昔は強かったんですよね。私が学生ぐらいの時は、おお、南の軍隊強そうやなと思えたんですけど、今はですね、思えないし、で、毎年恒例のアメリカ軍との合同訓練さえ、ムンジェインがですね、北に気兼ねをしてパス、パス、パスって言ってるわけです。あかんやんって。多分ね、お隣さんのね、アーミーはね、機能しないんちゃうかと思いますね。いざという時に。まあ、いざという時は多分ないですから、まあ、それは大丈夫なんですけどね。はい。ということで、この中央日報、貼りませんのでね、探してください。ゆかりのお隣さんのメディアは。一国の軍事力、素直に相当な遅れ。前在韓米軍司令官が酷評という記事でございました。はい。皆さんどうもありがとうございます。